皆様こんばんは、桜井よしこです。毎週金曜日夜9時の配信です。桜ライブ、君の一歩が明日を変える。今夜もお目にかかれてとっても嬉しいです。さて、今週のニュースといえば朝日新聞です。朝日新聞がこれまでの自分たちの慰安婦報道を検証して間違いを認めました。8月の5日と6日の新聞、2日連続で大きな紙面を取って自分たちのこれまでの記事を振り返ったわけです。その中で朝日新聞がこれまでに少なくとも16回報道してきたという吉田誠二という人の証言は嘘である、したがって記事を取り消しますといたしました。吉田誠二という人は旧帝国陸軍の一員と称して韓国の青州島に自ら行って女狩りを命じたということを暴露して告白して本にして、その本を携えて韓国に行って土下座をしてお詫びをした人です。この人がこのような証言をしたのがもう32年も前です。そして畑育彦さんという昭和史の研究家が実際に最終島に行って実地調査をして、吉田氏の言ってることは全部デタラメだということを証明したのがもう22年も前です。朝日新聞は今になってこれが間違いだった、記事を取り消しますと言ったわけですね。私はそのように記事を取り消したことは認めます、評価いたしますけれども、この間にどれだけ日本の名誉が傷つけられ、この嘘の情報が世界中に広がったかということを考えると本当に遅すぎたと思います。この朝日新聞の検証の記事をよく読んでみますと、吉田誠二氏の証言が嘘であったということを認めたこと以外、朝日新聞は自分たちの責任を回避するような検証結果になっています。これは日本国と日本国民に対する背信が今も続いていると思います。本当に悪い新聞だというふうに思いまして、これからも検証を続けていくつもりです。さて、今夜のスタジオのお客様はこのことともちょっと関係があります。行革担当大臣の稲田朋美さんです。ようこそおいでくださいましてありがとうございました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。稲田さんは今は、はい、政治家大臣でいらっしゃいますけれども、はい、その前は弁護士でいらして、はい、このような本を出されました、はい、これは百人切り裁判から南京へということで、はい、まあ、その向井さんと野田さんという将尉がですね、はい、2人で100人切りをしたということが新聞に、日本の新聞に報道されて、はい、それが南京大虐殺の、まあ、一つの序章だったということを言われているわけですが、はいはい、それは全くデタラメであるということで、はい、弁護士としてこの裁判を手掛けたんでしたね。はい、弁護士時代から、まあ、今もそうですけど、やっぱり全く言われのない嘘で日本の名誉が傷つけられるっていうことについては、私はやっぱり断固ね、反論すべきだというふうに思っています。で、その本は、100人切り2人の将校がどちらが先に日本刀で100人切れるか競争したと、それは当時の、まあ、戦意高揚記事として日本の新聞に載った、はい、そしてその写真が1枚載った、それだけなんですけれども、それを1枚の、記事で持って、南京軍事裁判にかけられ、一人の証人もなく、銃殺刑されたわけでありますよね。でもそれが嘘だということを、やっぱり、明らかにすることで、これが本当だということで、日本の子どもたちにも中国の子どもたちにも残虐な日本の兵士の代表として教えられ、抗日記念館ではデカデカと2人の写真が載ってるっていうことは、私は全く言われのない、虚偽の事実なので、それを、まあ、明らかにしたくて、当時は弁護士でもありますから、はい、法廷を通じてその2人の将校の遺族の名誉毀損の裁判という形で裁判を起こした、まあ、顛末を書いています。そうですね。
で今回のこの朝日新聞がですね、この慰安婦問題、はい、これはもう日本国の名誉をこの上なく傷つけて、はい、もう未来にわたってもですね、未来永劫本当に日本の名誉が傷つけられる続けると思うんですね、はい、アメリカでは慰安婦の像が次々と立っていますし、はい、アメリカのその国務省の報道官までもですね、はい、日本は女性の人権に対してもっと真面目に向き合わなければならないというような、うん、まあ、非難をしますね、はい、でもその元となった吉田証言が嘘でしたと、はい、朝日新聞が取り消しますと言ってる、はい、これは、まあ、石破さんあたりはですね、朝日新聞の報道がなぜこうなったのか、はい、まあ、国会でちょっと事情を聞きたいというようなニュアンスのこともおっしゃいましたが、はい、この問題今自民党および政府の中ではどういうふうに、はい、まあ、捉えられているんですか、はい、どういうふうにしていこうというふうに考えているんでしょうか、うん、まあ、国会のことは政府の立場なので、コメントすることはできないですけれども、はい、私今櫻井さんおっしゃったように、全てのですね、例えば国連の報告書であったり、はい、あと戦後保障裁判って紐解いていくと、本当にこの慰安婦問題がきっかけというか、本当に初期の段階にこの裁判が起こされて、どんどんこの戦後保障裁判ってこう、広がっていくわけですよね、でそういったとこの有力な証拠になった、まあ、吉田証言が、はい、今回のこの報道でもって、虚偽であったということが、明らかになったわけですから、はい、これはその本当に重大な問題だというふうに思いますし、やはり私は事実、虚偽ではなくて事実が積み重ねられて初めて歴史認識っていうのは正しくなるというふうに思います、うんうん、まあ、日本政府としてはですね、はい、まだ明確な方針をこれに対して打ち出していないんですが、はい、まあ、その日韓関係の微妙なところとかですね、はいはい、まあ、安倍政権としてはなるべくその、はい、そうですね、事実は伝えながらも、はい、その国際関係のことをどうしても考えざるを得ないと思うんですね、はい、でもやっぱり朝日がなぜこんな報道したのか、はい、でどうしてこのその嘘の事実が元になって、国連のあれクアラスミ報告の元になったのかとか、ね、はい、アメリカのその議会のですね、対日非難決議の中にも、はい、議会調査局がまあこの問題を調べて、それを下院とか上院に挙げるわけですが、はい、このアメリカの議会調査局が調べた慰安婦問題では、吉田誠二の書いたことがそのまま引用されてるんですね、はい、そしてその女性たちがどんな目に遭っていたかというと、この逃げないように手を切り落とされたとかですね、うん、もう本当にこんなことありえないというようなことがたくさん書かれていて、その日本に対する言われなき非難というのがやっぱりこの朝日新聞を、はい、まあ、一つの出発点として行われたということ、はい、という事実があるわけですね、うん、これに対して私ね、もっと怒らないといけないと思うんです、うん、で政治家の皆さんが、はい、まあ、その今党のことはなかなかコメントできないとおっしゃいましたけども、はい、まあ、稲田さんご自身で、まあ、ご自分で歴史問題に対しての、はい、裁判をなさってみて、はい、やっぱりこれをどうやって、うん、その広げていくか、真実を広げていくかってこと、ね、うん、でもまあ今回、うん、認めただけでも私はすごいと思ったのは、もちろんそれはビギニングオブザビギニングですね、なんですけども、百人切りの時にはあれは事実だということで、最後まで虚偽は認めていただけなかったんです、で途中で百人切りは虚偽だったっていうことを毎日新聞社が出版している本の中に、昭和史大記録でしたかね、ちょっと、はい、タイトルは正確じゃないですけど、これはもてはやされたけど虚偽だったと書いてあったにもかかわらず、それは認めていただけなかったということがあります、言論テレビからのお知らせです。言論テレビでは有料会員を募集中です。会員になっていただきますと、桜ライブ君の一歩が明日を変えるの収録動画や桜井キャスターの講演動画をいつでもご覧いただけます。さらに桜井キャスターが書き下ろしたメールマガジンや、これまでに週刊誌などに発表したコラムもお読みいただけます。コンテンツをご覧いただくためには正会員登録をしていただきます。会費は
月会費が972円、年会費が1万800円に変わります。詳しくは言論テレビのホームページでお確かめください。今年から新しく桜会員を設けました。年会費一口10万円です。桜会員の皆様には正会員のサービスに加えて桜井キャスターのサイン入り新刊本をお送りしたり、イベントへのご招待など様々な特典をご用意させていただきました。言論テレビは皆様にご負担いただいた会費で事実に基づく情報を発信し、正しいと信ずる論陣を張るインターネット放送局を運営しています。多くの方々のご入会をお待ちしています。という編集長の浜田和義です。この番組は、今私が一番聞きたい人に一番聞きたいことを聞くという番組です。言論テレビの新番組が始まりました。キャスターは名編集長として知られる花田和義です。タイトルは花田編集長の右向け右ウィル場外論戦です。放送は毎週金曜日夜10時からで、桜井キャスターの君の一歩が明日を変えるの直後の放送となります。天聖人語がね、はい、名文だっていうのはね、はい、もう何十年も前に終わってんだよ、はい、もうしょうもない文章ばっかりなんですよ、はっきり言ってね、はい、あれが入試に使われたりねだからそのそういう書き写しなんかをね、やるっていうのは、ね、おかしいですけどね。番組のテーマは今聞きたいことを聞きたい人に聞く。対談ゲストはウィル執筆人のほか、今話題の旬のゲストをお呼びいたします。金曜日の夜は桜井よし子の君の一歩が明日を変える、そして花田編集長の右向け右ダブルコンテンツでどうぞお楽しみください。